長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのはレンコンと豚こまの酢豚。豚のこま切れ肉を使って時短酢豚を作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。レンコンは皮をむいて4等分にしたら、一口大の乱切りにして水にさらしておきます。人参も乱切り、ピーマンは種を取り除いてから乱切りにします。豚肉は塩、胡椒、片栗粉をまぶしておきます。具材の大きさを揃えておくと火の通りが均等になりますし、見た目もきれいに仕上がりますよ。ステップ2、炒めます。フライパンにサラダ油をひき、中火で人参とレンコンをさっと炒めます。そこに豚肉を加え、火が通るまで炒めたら、キッチンペーパーの上に取り出し油を切ります。お肉は揚げなくても OK です。多めの油で炒めれば外側はカリッと、中はジューシーに仕上がりますよ。ステップ3、仕上げ。ボウルに調味料を加え、混ぜ合わせてタレを作ります。フライパンでピーマンをさっと炒め、そこにタレを加えて煮詰めます。タレがグツグツしてきたら、先ほど炒めた具材を加えてタレとよく絡めば完成です。片栗粉は調味液と一緒に混ぜ合わせて使用すると、ダマになりにくく、うまくとろみがつきますよ。たっぷりの野菜とお肉で残暑を乗り切るスタミナメニューです。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミレシピは公式ホームページでもご紹介しています。ではまた来週。焦げついたフライパンって洗うのが大変ですよね。そんな心配を解消してくれるのが焦げ付き消火機能です。コンロが焦げ付きを感知すると自動で火が消えるので、鍋底の焦げ付きが一部で済みます。これならお料理もお鍋もセーフ。とろ火で煮込む料理もじっくり煮込めるので、安心してお料理ができます。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。